ということで、はい、こちらですね。で、今日はですね、知らないと損する儲かるビジネスの作り方っていうテーマで、まあ、TTP 戦略ってお話ですね。で、この TTP 戦略っていうのはですね、まあ、何かっていうとですね、まあ、いわゆる、徹底的にパクるの略ですね。TTP っていうのは、徹底的にパクるの略。で、皆さんですね、まあ、これからビジネスをするときに、まずじゃあ商品作らないと売れないよね。商品設計ある程度作らないと売れないよねってとこで、どういう風なコンテンツの内容にすればいいの？コンサルティングだったら、何ヶ月のコースにすればいいの？とか、じゃあ何ヶ月のコースだったら価格っていくらにすればいいの？とか、どれぐらいのサポートしてあげないといけないのかだったりとか、そういうサポートのやり方とか、コンサルのやり方とかね、まあ、それは商品設計によっても違うし、じゃあサブスクの場合だったらどうなるのかとかってもそうだし、じゃあサブスクってどのタイミングで取り入れればいいの？とかですね、まあ、月額課金にすればいいのか、もしくはバックエンドの価格っていくらぐらいにすればいいのかとかって、多分何もわかんないと思うんですよ、最初って。で、そういったところで、この商品設計とか価格設定とか、そこから付随してどうやって集客するのか、どうやって売るのかっていう話もですね、これらは基本的に、まあ、皆さんの場合に、ね、自分で頭で考えると 100% 失敗しますということなんですよね。 100% 失敗します。で、これはですね、僕らも今までいろんなビジネスやってきた中で、ビジネス会社商品作ってきた中でですね、いろいろ試してみてもですね、やっぱ自分の頭で考えと思ってほとんどうまくいかなかったですね。で、逆にこれをやると成功確率がほぼうまくいったよっていう事例があります。それ何かっていうと、自分の頭で考えるんじゃなくて、うまくいってるモデルをそのままパクってくるんですよ。で、丸パクリするんじゃなくて、そのやり方、お客さんの集め方、商品の売り方、そしてセールストークとか商品のモデル、価格帯、それですでに売れてるものをそのまま引っ張ってこれば、まあ大体うちでやってもうまくいくよね。で、それをさらにうちでしかできないようにブランディングして、差別化をしてやるから、まあ他社に勝つぐらいのレベルで、めちゃめちゃ儲かる商品っていうのをうちは作ることができてるということになるんですね。なので、ポイントは自分の頭に考えるんじゃなくて、うまくいってる他社をリサーチして一部パクる、この思考を持ってほしいなと思います。ビジネスっていうのは自分の頭で考えるのは原則です。これは日々の LINE の配信もそうです。 LINE の配信もそうです。インスタの投稿文もそうです。ブログの文章もそうです。と、営業トークもそうです。結局自分が良かれと思って話す内容とか配信する内容とかもそうです。自分が良かれと思って作った価格設定っていうのは自分よがりなものになってしまう。お客さんが求めてるものかどうかなんて分からないわけですよ。だから全て一旦自分ではこう思うっていう自分の中の固定観念を一旦捨てるっていうのがマーケッターになる上ではすごい重要だ。僕らは自分の頭っていうのはですね、信用してないですね。自分の能力とか自分はこう思ってるのを本当に疑ってかかってますと。もうお客さん目線で考えた時どうなの、じゃあ実際他社さんだったらどういう商品が売れてるのっていうのをめちゃめちゃやっぱりリサーチしてるんですね。これはまず皆さんね、肝に銘じてほしいなと思います。これはもう考え方の部分ですね。で、よほどの天才じゃない限りですね、真似ること以外で成功っていうのはですね、ないと思ってください。よほどの天才じゃない、もう孫正義さんぐらいのレベルだったら別ですよ。別ですけども、そうでない限りは基本的に真似る価値なんですよ。例えば今流行ってるライザップってありますよね。今年商1000億企業に育ってますけど、ライザップだってもともとはあるですね、人がやってたパーソナルトレーニングのそのジムの事業っていうのをモデリングしてパクって引っ張ってきて、それで大きくした事業が今ライザップになったりするわけですよ。で、通販とかもそうですよね。世の中に出回ってるサービスっていうのはほとんど8割ぐらいは世の中に出回ってるものとか、アメリカで昔流行ってたものをそのまま取り入れてきて、ちょっと工夫して差別化して、他社よりもちょっと目立たせてよりすごい売れるようになったみたいな、まあ、そういうのがほとんどなわけです。だからうちもそうですよ。僕らとかも結構その相当な、僕自身も今でもいろんな人のズームセミナーとか参加したりするし、いろんな会社の商品とか実際買ったりもします。僕らの場合は経費でコンサル買ったりして100万ぐらいね、ポンポン買っていろいろ覗いたりはしてますけども、あ、だいたい業界で売れてる講座ってこんな感じなんだなっていうのをめちゃめちゃやっぱりリサーチしてるから、どういう風な路線で打ち出していけばめっちゃ売れるのかっていうのが分かるんですよね。だから僕らも常にこういうとこを実はやってるっていう話なんですよね。既存の成功モデルから、パクっていると、僕らもそうですということです。で、そこでね、よく有名な話があります。マーケティング力っていうのはリサーチ力だよっていうことは、これはね、皆さん今日というか、もうこれからね、3ヶ月半年間ずっとですね、この講座期間終わった後もですね、皆さんはこのマーケティング力はリサーチ力であるという言葉で、ね、ぜひ肝に銘じてほしいと思いますし、これがね、ビジネスで成功するための1個のキーワードに、ね、なりますということですね。で、圧倒的にうちが利益率高い、利益率で売り上げを好調に伸ばしている本当の理由っていうのは、他社の実際インスタとか他社の YouTube とか他社のホームページとか LP とか他社のホームページブログ広告とかっていうのをずっと見まくってるわけですよ。で、僕らとかもね、もちろん一昔前インスタ映えしないインスタ集客法っていう新しいコンセプトで打ち出した時に、まあ、当時はインスタの代行ビジネスでそのキャッチコピー打ち出した結果、めちゃめちゃいろんな企業から問い合わせが来たわけですよ。で、1期目で1億何千万って言ったわけですけども、それも結局そのキーワードとかってどうやって思いつくのかっていうと、別に僕らはですね、滝に打たれて瞑想しながらね、ポッとアイデアを思いつくなんて、そんな天才的なことはできないわけですよ。じゃなくて、売れてるアイデアとか売れてるキーワード、例えば本のタイトルとか他社さんの売り方とか他社の広告 LP めっちゃ見まくってるから、どういう風な組み合わせ方でしたらいいの、例えばここの会社のこのキャッチコピーとこの会社のこのキャッチコピー組み合わせたら
こういうふうなキャッチコピーになるよねとかっていうのはリサーチしてるから生まれるものであると。だからすでにこれはねもうモデリングの賜物であるということなんですよね。センスではないです。じゃあここで皆さんが、まあ、今日ね詳しい内容は本講座の方でやっていきますけども、前段としてまず絶対に押さえてほしいリサーチポイント、まず5選と話していきます。でこれ何かっていうと、これめちゃめちゃ重要なんで覚えてほしいんだけど、まず1個目っていうのが他社の商品内容ですよ。他の会社の商品、これ同業他社ですよ。同業他社の他社さんってどんなサポートしてんの。例えば私コーチングやっていきたいっていうんだったら、じゃあコーチングで儲かってるとこどこあんのとかね、もうコーチングとかで調べたら有名な人って出てくるじゃないですか。ホームページとか YouTube とかでも検索してみるんですよ。 Facebook とかでも検索してみたりとか出てくると、まあ大体5社ぐらい見つかってくるわけですよ。他社をまず他社の商品内容を5つピックアップしてみよう、ね、5社最低でも5社から10社はリサーチしてくださいってことですね。これはまず 見てみる。例えば半年間の講座でやってるのか、そしてどれぐらいのワーク、例えば、実践会は何回その、スクールではやってるのかだったりとか、その人のコンサルは何回コンサルが受けられるのか、特典にはどんな特典がついてるのかとかね、こういうところもちゃんと見ていくんですよ。で、二つ目は他社の商品価格です。他社の価格、やっぱりね、相場って大事なんですよ。いくらね、例えば私はですね、このたわしを1個100万で売りたいって言ってもですね、たわしの相場なんて100均行ってみたら大体100円なわけですよ。高くてもまあ1000円いかないぐらいなわけですね。で、そんな相場の中でたわしを私100万売りたいって、それは無理なんで、ある程度相場感を知るっていうのはすごい重要。だから、他社さんの商品価格っていうのはまあ5社から10社最低でもリサーチしてみるっていうのはすごい重要。で、三つ目は他社の集客をですね、インスタ使ってんの、広告使ってんのか、それとも YouTube をメインとしてやってんのか、これもね、5社から10社調べてみてください。まあ中には TikTok で集客してるって場合もあるかもしれないよね。で、4つ目はですね、他社の販売方法です。セミナーで売ってるのか、電話で売ってるのか、個別相談で売ってるのか、勉強会で売ってるのか、もしくは紹介で売ってるのかとかね、アフィリエーターから売ってるのかとか、LP で直売りの商品、だからオンラインサロンを LP でそのまま売ってるのかとか、いろんな売り方があるわけですよ。いろんな売り方がある。で、それも5社から10社調べてみる。とかね、で、5つ目は他社のキャッチコピーですね。例えば僕らだったら昔はインスタ映えしないインスタ集客法であったりとか、年収800万以上稼ぐ本気で稼ぎたい大人のための、例えば本気でフリーランスを目指したい大人のための大人の企業専門学校って、これも一個のキャッチフレーズなわけですよ。これもやっぱりリサーチをすごい長年重ね、長年とまでは言わないけども、重ねた結果生まれてるんですね。とか、うちだったらまあ、昔は SNS クリエイターっていうね、こういうキーワードだったりとかもそうだし、こういうところとかも、いろんな他社をリサーチして、それでこのキーワードだったらいけるんじゃないかっていうのを、うちはね、抽出してるわけですよ。だから実際に、常にこれは皆さんね、電車の移動中とかも、よくわかんないですね、Twitter だらだら眺めるとか、YouTube の YouTuber の動画だらだら見る時間があるんだったら、その時間を他社のリサーチに当ててくださいと。もう僕とかも時間あったら常にですね、Facebook 広告の LP チェックするでしょ、他社のホームページ調べるでしょ、今伸びてる YouTube どんなのがあるのか、めちゃめちゃ見てるわけですよ。こういうところにぜひ皆さんは隙間時間を使ってほしいなと思いますんで、キャッチコピーフレーズ。で、あともう一個あるとしたら、他社のお客さんですね。例えば自分と同業者の人は40代の女性をターゲットにしているのか、30代の男性をターゲットにしているのか、これによっても全然戦略変わってきます。昔僕心理コーチやってた時って、20代のですね、男女の人、まあ、20代の人をターゲットにしてて全然売れなかったんですよ。で、その結果ライバルリサーチしてたら、まあ、40代以降の女性に結構ニーズがあるなってことが分かったんですね。で、その結果僕ターゲットをすでに儲かってる達さんは40代の女性に絞ってたから、僕もそうやったんですよ。そしたら40代の女性に絞りました。そしたら売り上げが50万上がったんですよね。で、そしたら前全然売り上げがなかったのが50万売り上げがあった。で、さらに言うと他社をリサーチしてみたら、結構心理コーチングだけじゃなくて SNS のマーケティングもセットで教えてるところが多かった。じゃあうちもそれ取り入れてみようってところで、僕ももしフリーランスの時に心理コーチング ×SNS 集客で個人事業主をやっている40代の女性っていう形に絞ってやって月商200万いったわけですよ。っていうように、他社が実際どういうやり方でうまくいってるのか、どういう人をターゲットにしたら売れるのかっていうのを調べていくことによってすごい改善ができるわけですよ。なので、ぜひね、皆さん、このターゲットリサーチ、ね、これね、ぜひちょっとやってほしいなと思います。最低でも5社以上ね、ぜひ今日実践加わったとやってほしいなと思います。はい。で、他にもですね、おすすめも、これ僕よくやるんですけども、他の人のね、とか他社さんのセミナー、実際、ズームセミナーに、今また自宅で受けられるんで、ズームセミナー参加してみるとか、営業で実際に、まあ、買わなくていいんですよ。買わなくていいんだけど、実際営業で売られてみるっていうのも効果的ですね。どういう風なセールストークで売ってくるのかとか、話の持っていき方とか、そういったところもやっぱね、真似られる部分とか、パクれる部分っていっぱいありますので、まあ、そういったところを結構参考にしてあげるっていうのもすごいいいかなというふうに思いますね。はい。まあ僕ね、ズームセミナーとか結構3000円とか5000円払って普通に参加したりしますけど、本当に必要経費だと思うんですよね。それで結構得られる情報ってすごいたくさんありますので、まあ買わなくてもいいんでね、ぜひ他の人のセミナーに行ってみるとか、営業をかけられてみるっていうのもね、すごい有効ですし、あと実際にこの他社の価格とか商品内容って分かんなかったら、もう問い合わせしちゃえばいいんですよ。別に買う気ないけど、お客さんのふりしてカウンセリング受けるとかね。まあこういうのも結構やり方として、僕は昔やってました。ありなので、まあぜひね、これも参考にしてみていただきたいと思います。まあ本質としては、すでに売れているやり方、これをまあモデリングして、それを改善して他社よりもよりいいものにすれば他社にさえ勝てるわけですよ。だから僕らがね、結構モデリングしてた時って、
僕らよりもすごい売れてるところいっぱいあったんですよ。でも僕らがそれのいいところをモデリングして、そして僕らにはまあマーケティング力とブランディング力があるから、それで差別化をして見せ方をうまくすることによって、その会社よりも売り上げガンと伸びたっていう事業っていっぱいあるんですよね。なので、まあ、ぜひね、あの本質はもうすでにうまくいってるところを真似る。で、それをよりね、まあ、まがたまのようにこうやって磨きをかけていきながら、その会社よりもよりいいものにしていく。そしてよりいいものに見せていくっていうふうにやると、他社さんはね、あの全然潰せるっていうと言い方はあのちょっと怖いですけども、まあ、全然勝てるっていう話ですね。もう同業他社は全然勝てるっていう話になりますので、まあ、ぜひね、こちらも参考にしていただいて、上で今日の講義をね、受けていただけたらと。